それではナミノミカレのワンポイントアドバイスです。ね、あのマジックを見るとこう純粋になるっていう話がありましたけど、本当にね、あの僕たち純粋になるってとても大事で、純粋な時。 エネルギーの状態がどうなってるかっていうと、すごくね大きく拡大していて真実だったり本質だったりっていうものをしっかりとこう見たり感じたりすることができる状態になってるんですね。でも対して何か本当にこんなのってって言ってこう社に構えているような状態っていうのは、ある一方向しか物を見ることができないので、その物事の本質っていうのを捉えることができないんです。そうすると僕たちが体験できるその経験値っていう部分もすごく小さくなってしまってもったいないことになってしまいます。なので僕たちがこう純粋になれるな。 っていう時何が起きてるかっていうと感動してる時なのでできるだけね感動できる作品に触れてみるとかね絵に触れてみるとか映画でもドラマでもいいですよそういうものを可能な限りこう見てえ自分をより,よりこう拡大させてねハートを純粋に保つっていうことこれにね意識を向けていただけたらというふうに思います。